エロール・フリン、1909年6月20日から1959年10月14日はオーストラリア・タスマニア州ホバート出身の俳優。1930年代にハリウッドの剣劇映画などで活躍したアクションスター。父はオーストラリアの著名な海洋生物学者であるセオド・アトムソン・フリン。子供の頃は問題児で数々の学校を奉公になったという。 10代より世界中を転々とし、近郊発掘府、宝探し人、船員、漁師など様々な職に就く。20歳の時にはニューギニアに渡り、タバコプランテーションを起こすが失敗。1930年代にイギリスに移り、短期間舞台に立った。1933年にオーストラリア映画で映画デビュー。1930年代、 40年代と、剣劇映画で勇敢に正義を持って悪に立ち向かう、キャラクターを演じ人気を集めたが、私生活では、アルコール依存症の問題を抱えたり、10代の少女との不純交際をたびたび起こすなど、スキャンダルが多かった。1942年には、レープ事件で訴えられたこともあった。結婚はサンドしている。1935年から1942年まで、 結婚していた年上の女優、ディリー・ダミタとの間に、息子が、カズと、1943年に結婚した、ノラ・エディントンとの間に、娘が二人、1950年に結婚したパトリス・ワイモアとの間に、娘が一人いる。多くの活劇映画で共演した、オリビア・デ・ハビランドを愛していたが、彼女はそこに、問題の多い彼を相手にしなかった。作家として、 小説を2冊書いている。1959年、心臓発作のためカナダのバンクーバーで死去。当時、ドンチャン騒ぎのパーティーでフリンは客をもてなしていたが、体調を崩したため寝室で休息をとったが、その際に発作を起こしたという。カリフォルニアのグレンデールにある、ホーレストローン、メモリアル公園墓地に埋葬されている。フリンが50歳で死亡した。 最イの最後の恋人である女優のビバリー・アードランドは当時17歳で彼女とのスキャンダラスな関係は2013年にラストスキャンダルあるハリウッドスターの禁じられた常時として映画化されている2018年には映画スターになる前の若き日の不倫の冒険業を自伝的回想録に基づいて映画化したレジェンドハンターハリウッドの秘宝が公開されたありがとうございます